SKE48 野村美代、野村美代、21、夢を叶える秘訣、モデルプレス編集部はこの度、都内某所で行われたファッション&音楽イベント楽天ガールズアワード2024スプリングサマー、5月3日開催@国立代々木競技場第一体育館のフィッティングに潜入。表舞台で輝きを見せる出演者たちに、夢を叶える秘訣、を聞いた。野村美代の夢を叶える秘訣、私はズバリ、継続、です。私はアイドル7年目でもうすぐ8周年を迎えますが、やっぱり長く続けていなかったら出会えなかった人やできなかったことがたくさんありますし、まだまだアイドル頑張りたいと思っています。これからも頑張るぞ、という気持ちも込めて継続です。ガールズアワード 2024SS テーマは、ときめきギャラクシートリップ。今回の、ガールズアワードは、年齢性別問わず個性を出したファッションを楽しめる現代を銀河、様々な星に例え、来場者に新しい自分を発見できるようなときめく宇宙の旅を楽しんでほしいという願いを込めた、ときめきギャラクシートリップがテーマ。みちょぱ、藤田ニコルをはじめ、斉藤飛鳥や鈴木愛理など多数のモデルや俳優、女優たちが最新の春夏ファッションを披露し、アーティストには乃木坂46のほか、NCT ウィッシュ、イリット、アイリットなど今年デビューを果たしたばかりのフレッシュな顔ぶれが揃う。MC は同イベントへの出演が14回目となる南海キャンディーズの山里亮太、3回目の出演となる森かすみに加え、佐野が、ガールズアワード、初出演にしてゲスト MC を務める。野村美代、野村美代、プロフィール2003年2月1日生まれ、愛知県出身。2016年10月に8期生として加入し、翌年チーム S に所属。シングル、恋落ちフラグ、2021年リリース、から6回連続で選抜入りを果たしている。また、168センチメートルの高身長と抜群のスタイルを活かし、ファッションショーにも数多く出演。ガールズアワードへの出演は今回が3回目となる。